はい、はい、お願いします。まあ、ちょっと結果としては1、2、3位は取れなかったんですけど、まあ、優秀賞ってところいただけたので、まあ、そこはあの全力出し切れたのかなと思ってます。そうですね、まあ、普段こう IT 系のお仕事してると、まあ、基本モニターとずっとにらめっこにやるような形なんですけど、まあ、なんか国際大会っていう場で、まあ、たくさん人がいる中競技できたってところはすごい楽しかったのかなと思ってます。まあ、表彰台のオールなんて言われたいことなんで、あのそこはすごい貴重な機会ができたのかなと思ってますと、韓国の大会に関しては規模がでかかったっていうのもあったので、すごいなんかオリンピック選手になったような感じの、はい、気分で日々過ごして楽しかったです。まあ、異国の地というか、まあ、普段あんまり海外とか行かないのでそこは慣れてないっていうところもありましたし、まあ、普段使ってないパソコンでやるっていうところもあったんで、まあ、慣れてないようなところもあったりとか、まあ、あと言葉の壁とかもやっぱ感じましたけど、まあ、それ以外は、はい、楽しめたと思ってます。あの他の国の、まあ、クラウドコンピューティングの、ね、職種の方々って結構レベルが高い方々がたくさんいらっしゃってて、その、まあ、クラウドって結構あの学生のうちからやるみたいな方がいない状態でして、日本国内ではまずそんなに少なくてですね、まあ、そんな中あの、まあ、理論五輪の他の国の方とかはあのしっかりあの選手出されてましたし、あのレベルの高い方だったので、そこはなんかみんなクラウドを使ってていいなっていうふうに思いました。大会終わった後とかご飯一緒に夜ご飯に行ったりとかしましたね。まあ、貴重な機会で一番得られたのはでかいなと思ってますと、まあ、普段基本家に引きこもってこうやって画面とにらめっこしてキーボードを叩くだけの人生なんですけど、まあ、そういう方でもちゃんと IT 系職種ってところであの、まあ、コンテストみたいな形であの出れる場があって、まあ、技能五輪にかかわらず他のところもそうですけど、はい、あのそういったところの大会に出れるっていうのはすごいいい経験だったなと思ってます。あのクラウドで使う AWS って職種は割と新しいサービスにこう追従していくっていうのが我々クラウドエンジニアのやるべきことなんですけども、あの技能五輪の大会の課題としてもきちんと新しいサービスを盛り込んでる箇所とかがあったので、そこはあの新しい学びになったのかなと思ってます。あの、まあ、私クラウドの中でもそのアプリケーション寄りの、あの方をやってて、まあ、インフラクラウドのインフラっていうのは、まあ、大枠にあるんですけども、まあ、その中でもアプリケーションの開発される方向けのコンサルティングみたいなことをやってまして、でそこに対してですね、もっとあのクラウドを使うんならクラウドらしい構成にしろっていうふうに言い続けるコンサルティングを、はい、引き続きしていきたいなというふうに思っております。まあ、クラウドって高校生とか若者とか多分使う分野は少ないのかなと思ってますと、で、まあ、基本プログラミングとかあのそっち方面に流れちゃうと思ってるんですけど、まあ、プログラムで書いたコードとかって最終的に、まあ、コンテナかなりその他の方法でクラウドだったりとか、まあ、その他のサーバーとかにはデプロイすると思いますと、実際の業務上ですね、その趣味で作ってるっていうレベルじゃなくて、その、まあ、仕事として、でなおかつ普通の皆さんが使われてるサービスのように、本番で利用されるっていう状態に持っていくっていう時にこうたくさん負荷がかかったりとか、たくさん その運用のオペレーションが発生すると思います。で、まあ、そういったことを完備するとクラウドって面白いなと思うんですけど、案外そのやっぱ高校大学でそういったところ実際にサービス運用するわけでもないので、まあ、ただそれを抜きにしてもあのクラウドを触っていくっていうのはすごい大事なことだと思いますと。なのであの、まあ、何にせよクラウドというか EC2 建てるであったりとか、まあ、サーバーレスとかでも何でもいいので、とりあえず触ってみると面白いのかなと思いました。